名古屋港、ポートビルは、愛知県名古屋市港区にある公立の高層ビルである。一部事務組合の名古屋港管理組合が所有している。1984年7月に開館した、高さ63メートルの高層ビルで、昭和59年度名古屋市都市景観賞及び、第17回中部建築賞に入賞している。ビルの外観は海に浮かぶ白い小船をイメージしたもので、あり。 名古屋港のランドマークとなっている。また、ビルの3階4階には、名古屋海洋博物館が、7階には、地上53メートルの展望室があり観光施設となっている。なお、7階の展望室は、2014年1月6日から3月31日まで、工事のため休館となり、同年4月1日にリニューアルオープンした。百八十四年七月二十日に開館。 名古屋港、ポートビルの3.4階部分に位置し、名古屋港の歴史の他港に関する展示が行われているほか、毎月第4土曜日には、ペーパークラフトやボトルシップ製作などの工作教室が開催されている。2004年4月21日にリニューアルオープンしたが、2015年3月21日に、日本一の国際貿易港、名古屋港をテーマに、再び、 リニューアルオープンした。ABCDEFGHIJK 名古屋港ポートビル建築作品データベース。2014年8月31日閲覧。ABCD 昭和59年度名古屋市都市系鑑賞表彰作品。名古屋市。2014年8月31日閲覧。名古屋港ポートビル条例運営団体の紹介。 公益財団法人名古屋港振興財団。2014年8月31日閲覧。ABCD 名古屋港ポートビル。公益財団法人名古屋港振興財団。2014年8月31日閲覧。昭和60年度第17回中部建築賞入賞作品。中部建築賞協議会。2013年8月25日閲覧。 AB 名古屋海洋博物館改装オープン。名古屋ポートニュース。2013年8月25日閲覧。ABCDEFG 名古屋海洋博物館がリニューアルオープン。公益財団法人名古屋港振興財団。2015年12月31日閲覧。名古屋海洋博物館に関するカテゴリー。ありがとうございます。